おはようございます。即歌塾の小江です、まあ、人にはいろんな考え方があると思いますよねで例えばね私がこういう発信をしているとこういう毎日の放送をしているとお前の言うことは違うっていう風にね教えてくださる方もいるんですよ、うん、ですのでそういう考えの方もいるでしょうと私は考えるんですよねいろんな考えがありますからねと、うん、でもやっぱりね あのそういう考えは間違ってるよって私に言ってくださる方はその方の考えに私が同意しない限りずっとつきまとうんですようーんだから形だけそうだよねって認めればいいんだったら認めるんですけども私は100人いたら100通りの違った考えがあることをお、まあ、それは許容してるんですよってお話するんですけど通用しないですよねうんだからなんかね自分の考えとと違うと 違った考えの方を攻撃したり、ね、嫌いになったりするっていう要素もあるみたいで、まあ、こういう方が戦争を起こすのかなと思っちゃったりするんですけどねやっぱりね強い信念とか確信というものは私はないと思うんですよ強い確信をした瞬間に隙が生まれますんで自分の考えにある程度の疑いを持っていくとか人の考えにやっぱりある程度の、ね、信頼を置いていくっていうことは必要だと思うんですよその上で私は思うんですけどもたくさんの考えがあることっていうのをいつも、ね、認めていかなくてはならないかなと。 みんな趣味、思考が違って好き、嫌いがあって好きな顔、嫌いな顔があるとそれまあいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、で考え方とかね政治思想もみんな違いますから違うからこそこういう世の中が生まれているわけですからねみんなが同じ考え方だったらなんか共産主義みたいな感じになっちゃいますけども共産主義ですら うん、やっぱり不具合が起きてますから、だから人がね、一致団結することっていうのは、瞬間的には、奇跡的にあるんですけども、基本的にはバラバラなんではないかなと思いますよね。さあ、そんな感じでね、今日も頑張っていこうかなと思いますけども、昨日までで、あの例のやつの連絡を本当に一通りいただきまして、ありがとうございます。ちょっとね、読み上げますね、えー、っと、昨のの時点で、7月30日の分が入ってないよって方、4名です、4名。で、き、え、のー、はボーナスの着金日だったんですけども、 8月30日のボーナスが未着だよって方が1名ですえ以上で連絡はそれ以外届いておりません、えーそうですね、7月30日の入金分がちょっとないなとかね足りないなって方ね7月30日の着金分は8月終わった頃には今日までには全部きれいにしといてほしいですよね人によってはですね7月30日の返礼金が来てないのに ボボーーナナススのの方ががが先に来ちちゃゃっったみたたたみみいいいいななねここ追抜とがあるんですよだからお金あるやんみたいなねそうなんですよお金あるんですよお金あるんで慌てる必要はないと思いますでここでねちょっと考えていただきたいんですよ想像力を持っていただきたいんですけどもこの例のやつの会社に関わってる社員さんとかカスタマーサポートの人ってこの例のやつの事業に参加できないんですよねでも毎日朝から晩まで粛々と働いてくださってます でえー、と事業説明会も全国で百数十箇所あるんですけどもその会場をこうやってね取、えー、ってくださったりとか会場にこうなんすか新幹線に向かってプレゼンターしてくださる方本当に毎日毎日その例のやつの会社で勤務している方がいるというねその方は例えばこの例のやつがポーンとなくなっちゃいましたって言ったら失業するんですよ一番慌てるのはそういう人じゃないですかねだからそういう人たちが冷静に、えー、業務にね着手してるってことを考えたら まあ私たちはどういうふうに心の中の平安を保っていけばいいかってことがだんだん見えるんではないかなと思います、プラスリスクヘッジは必ずしてくださいね、リスクヘッジは必ずすること、どんなときでもです、住まいを決めるときでもリスクヘッジ、火災保険入りますよね、地震保険入りますよね、車を運転するときでも自賠責保険も入りますし、任意保険も入りますよね、これ、リスクヘッジをしてるんですよ、で大学受験のときだって滑り止めって受けるじゃないですか、リスクヘッジですよね。 うん、そういうような形で私たちは自分では気づかないようにいろんなところでリスクヘッジをしているんですけども、なぜかお金をね何か扱うことに関してはリスクヘッジを忘れちゃうんですよ、それは確信というものが邪魔をするんですよ、よ確信はしない方がいいと思います、確信をしている中にも一部ね混乱とか疑いっていうのを持ち続けて、混乱や疑いがあるからリスクヘッジに向かうわけなんですよ。さあ相場解説をね昨日ももししてきましたけども こうなるんじゃないかなと思いながらもそうじゃないことが起きた時のためにロスカットラインを引いておくんですよ。すべての活動にはロスカットラインというのは引いておくべきだと思います。いくらの負けだったら強要できるのか、これはね、即可塾の投資の4原則にも入っておりますよね。それでは本日の放送は以上です。失礼します。